ケイマーダ・グランデ島は、ブラジル南部沖の大西洋に浮かぶ、無人島。サンパウロ州ペルイベシに属する。小さいながらも環境は多様で、荒れ地から熱帯雨林まで存在する。金前滅種のゴールデンランスヘッドが世界で唯一、生存する。海面上昇で取り残されたヘビが、環境に適応して、大量繁殖した結果、一般人が上陸できないほど危険な島になった。 上陸できるのは、ブラジル海軍と、チコメンデス生物多様性保護機関の研究者のみで、ある。本土から約3 3トル離れており、面積は0.43平方キロメートルある。最高点は、標高206メートルで、気候は安定している。熱帯雨林が0.25平方キロメートルを占め、残りは荒れ地と草原が広がる。 気温は8月の摂氏18.38度から3月の摂氏27.28度までとあまり変わらないが、月間降水量は7月の0 2ト、mm、ルから12月の1 3 5 2ト、mm、ルと大きく変わる。バナナの大規模栽培をするために、熱帯雨林を破壊したことから、ケーマーダの名がついた。1909年に灯台が建設され、この灯台が自動化された際に、 最後の島民が去った。1985年、西のケーマーダ、ペケーナ島と合わせて合計33ヘクタールが、ケーマーダ、ペケーナ島及びケーマーダグランデ島環境保護地域に指定され、研究者と海軍のみが上陸できるようになった。推計によっては、ゴールデンランスヘッドの密度が1匹、平方メートルに及ぶため、食料の獲得が困難になっている。 島には41種類の鳥が生息するが、この蛇は、トログロデュテスムスクルスとシラギクタイランチョウの2種類に依存している。前者は蛇を避けることができ、後者は蛇とエ場サバが同じである。かつては43万匹の蛇がいると考えられていたが、現在の推計では減少している。最初の体系的な研究では2000から4000匹が生息し、ほとんどが 熱帯雨林にいるとされた。2015年には、爬虫量生類学者がディスカバリーチャンネルで同じ数字を述べた。生息数を考えると、ゴールデンランスヘッドは、近親交配の危険がある。国際自然保護連合はこのヘビを近全滅しと認定し、ブラジルの絶滅危惧種にもなった。少数のディプセズアルバイフロンズも生息する。ありがとうございます。